ついにやりましたね、ミラの最後の。ミラがいなければトアも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずりんじゃねえか。うめんだ。ちょっときついけどやるしかねえか。サンキュー、助かったぞ。だな。とりあえずみんな殺しちゃおう。いくらスーパーサイヤ人3の悟空さんでも13人を相手にするなんて絶対無茶です。それに悟空さんがスーパーサイヤ人3になれる時間は限られています。悟空さんの代わりに時間を稼いでください。怖い顔になったってどう怖くなると。こいつすっとぼけた顔してとんでもねえ強すげえやつだなんてありっこねえと思って。3人になる変身犯の技なんて気が減ってるわけでもねえし。どうやって殺そっかな。だけど、オラには時間がねえんだ。カリーナ、ブーに追わせてはいけません。ここで食い止めてください。お前、俺の邪魔をするつもりか。ブーニーは、死んじゃうぞ。あ、あれ1、2、3、さっきよりブーが増えてないですか。
あと2日待てばお前よりずっと強いやつが現れる。きっと戦うと面白いぞ。だがそれまで地球を破壊するのはよろだ。俺より強い、そんなやついるわけないもんね。いるんだもんね。むっかー、じゃあ連れてこい、殺してやる。だから2日待ってくれ。そしたら必ず現れる、約束だ。約束だな。わかった。あるな。オラの想像以上だ。お前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまでお前俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですか、それは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。
魔人の紋章ということはやっぱり魔人？何者ですかそいつは。以前も話したでしょう。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王神。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻？ふん、直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは？時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラはそこに閉じ込められていたはずなんだけど、少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。